はファンレターをもらったことがあるか、それとも書いたことがあるか。ファンレターを書く。もらう。それは応援している人、応援したい人へのエールを送るため、頑張ってほしいため、頑張って元気にしてほしいというあらゆる思いを込めて綴る。それで冷えない空間でも会話をしようとするもの。それでこそ一歩で距離を近づけるような期待が出てきてしまうのだ。そうしてもっと応援したいなという気持ちが膨らんでいく。そのやりとりは一度始めたらやめられないほどだ。だけど、中には怖い目に遭ったこともあるのだ。くれぐれももらうときや書くときは入念に注意を見て、送るかどうかの判断を決めるしか他がないだろう。それであなた自身が後悔してももうどうにもならない。送るかどうかの判断であなたの人生の選択を決めつけてしまう。取り返しのつかないものなのさ。もし、送るという機会があるのなら後悔してもいい覚悟を持つこと。先生からは診察の結果、異常なしと。頭痛もないし病状も見られない。なんだ、ストレスによるものか。しかし、活動している以上、疲労するのは当たり前のことだ。国派それなりに売れているタレントの子。しかし有名と言われればそうでもない。名前を出したとしても誰なのかと言われるほどの知名度しかない。だが活動したいがためにしているだけ。今日はちょっとした講演して帰りに病院に寄っている。それは最近悩ましてくることが一つあるのだ。それが原因で精神が蝕んでいるなんて活動に支障をきたすよ。実は、売れているけどそれなりに応援してくれる子もいるんだ。それでファンレターをもらうんだ。それがエネルギーになる。でもね、常連さんか知らないのだけど毎回毎回熱心に書いてくれる子もいるみたいだ。こんな僕に熱心になるなんて、すごい子もいるもんだ。なんだまたファンレターが来ているな。こんなバンバンと来るもんなのかな。頑張ってほしいという応援を送りたくて仕方がないのかな。この名前、いつもの子だ。この子は字が綺麗で読みやすい。しかし毎回手書きだ。まあ確かに推しには自分の字で読んでほしいというこだわりがあるのはすごいわかる。この子も毎回手書きなのがすごいところだよ。ふむふむ、なんとアルバム買ってくれたのか。あんましいいやつじゃないけどファンだからこそコレクションにしておきたいのかな。出来はあんまりだけど、楽しんでくれたらええな。はぁ、こんな熱心なファンがいるんだ。なのになんでストレスを感じているんだろう。別にファンレターをもらうことにストレスを感じているわけではない。それだと申し訳ないだろう。よし、落ち込んでいても意味がない。今後の予定に取り掛かるとするか。こうして応援してくれている子は毎回ファンレターを送ってくれた。内容は毎回違うが、とにかく応援したい、エールを送りたいという気持ちがすぐに伝わる。だが、ある時から変わった。おや、またファンレターが入っているな。いつもの子かな。毎回この時間に何か入っていないかを確認するんだが、毎回入っているんだよね。おや、どうしたことだ。今回はファンレターだけじゃなくて何やら袋がある。何が入っているんだ。もしかしてプレゼントを送ってくれたのかな。Amazon の欲しすぎるものリストはまだ準備してないのに。お弁当箱？なんでそんなものが送られてきたんだ。それに手作りだし。ファンレターにはなんと書いているんだ。いつも応援しています。こんな私のファンレターを毎回読んでくださるなんて嬉しい限りです。もう毎日毎日書かないと気が済まないんです。ですが今回はあるものを送ってみました。ファンレターだけでは飽きてきたでしょう。そうです、このお弁当、私の手作りです。あなたに食べてほしくて。まさか手作りお弁当を送ってくるなんて予想もできないことだ。しかも美味しそうである。でもお弁当の容器まで。後でどうしたらいいんだろ。昨日のお弁当はいかがでしたか。あなたの好物がライブで聞けたからそれを参考にして作りました。なんだったら毎日作りたいです。まるで愛妻弁当を作っているかのよう。おっとこれは違いますね。なんでもないですよ。今日も私のお話を聞いてくださいね。このことを話しするというかファンレターを読むのも当たり前になってきた。そろそろライブの日も近し、もし会場で会えるなら会いたい。熱心なファンなら僕の側に来てくれたはずなのになんでなんだろう。意外とシャイだったりするのかな。でもこんなに返事をかけるなら恥ずかしいはずなんてない。そうだ、当日はぜひ探して会話してみたいよ。それからライブ当日、たくさんのファンが来たけど例の子はいるのかいないのかわからなかった。性別は女性であることは間違いないけど、なぜ目の前には現れないのか、
ライブ楽しかったなぁ。底辺だけど盛り上げてくれるファンがいるからこそ盛り上がった。でも例の子は結局いたのかわからなかった。もしかしてお金がなくてライブに来れないのかな。まあ、無理してライブ会場に来るなんて強要はさせないよ。テレビとかで放送されてそれで見たというなら嬉しいわけだし。この前のライブ、すごかったですね。でも私はあなたのそばに行けなかったんです。で、質問が一つあるんですけど、握手会ありますよね。それ、もうやらないでもらえませんか。私、あなたと握手したい。なのに他の女性と握手なんて、汚れてしまいますよね。あ、来ていたんだ。でもそばには寄れなかったのか。握手会をするなって？どういうことだ？ふふふ、私、あなたに会いたくなってきました。毎日あなたのために愛妻弁当を考えているんですよ。それでも手紙で会話をするよりも実際に会いたいです。そうそう、あなたの住んでいるところ、確かどこかに載っていたんですよね。それを頼りにすればあなたの家に訪問できるかもしれません。住んでいるところもここからじゃあそう遠くはないわずです。ねえ、ファンとお会いしたい気持ちはありますよね。だったら会いませんか。愛妻弁当も持っていきます。どうしたんだ急に。僕の住んでいるところなんて誰にも教えてないぞ。それにネット上でリークされているわけでもないわけだし。あわはわ。今、新幹線に乗ったんです。この駅弁当、私の愛妻弁当に比べればまずまずですね。私のがもっと美味しいですよ。今、あなたの家を探すために遠出しています。あなたは家で待機しててくださいね。ファンがあなたに会いに行くんです。そう、美味しい美味しいお弁当を持って。待って、このファンレター。どうなっているんだ。物体でも実体でもないのに彼女の文章が浮き上がってくる。これなんて怪奇現象なのか。一旦手紙を読むのは終わりにしよう。弱ったな、僕の家に来る。そんなネットの嘘の情報を鵜呑みしてまで。ふふふ、まだ逃げちゃダメですよ。手紙はこのまま、私が家にたどり着くまで読み続けてくださいよ。逃げるなんてはしたことしたらファンに嫌われますよ。まあ、いらないファンをなくして私だけにすればいいんですけどね。そうだ、私のお弁当のレシピをお知らせしましょうか。確かにあなたの好物をたくさん入れました。しかし今回はそれじゃつまらないので、誰も食べたこともない食材を選びましたよ。なんだよ。あなたを邪魔する女の体内にあった具材をね。